はい、皆さんこんにちは。世界に、韓国に親しい国、韓国大好きという国があるのかなということを、まあ、少し考えてみたんですね。世界には親日国、いわゆる日本が好きな国という国は結構いっぱいありますね。まあ、一番近いところだと台湾、まあ、あれは国、中国は国とは言ってませんけど、まあ、国ですよ。トルコ、ポーランド、フィンランド、イランもそうですね。アフガニスタンも実は親日国なんですよ。で、昔日本が統治してたパラオっていうところもそうですね。太平洋の国ですけど、インドなんていうのも、まあ、かなりの親日国です。まあ、その他にももういっぱいあってですね、究極の話、韓国と北朝鮮と中国を除いたら他はみんな親日的と言ってもいいくらいなんですよ。それ以外に反日国ってないんですね、世界中で。で、日本という国は東洋の端っこの島国なんで、こうヨーロッパ人がこうやってきた歴史っていうのはおよそその16世紀ぐらいなんですね。で、同じ頃に朝鮮半島にもこう西洋人がやってきてる。中国はもうちょっと古くって、13世紀頃ですか、マルコ・ポーロとかが来てましたけど、まあ、日本も実はそれ以前から来てるんですけど、記録にこう明快に残ってないっていうだけなんです。で、数々のこう日本に対する西洋人が書き残したものっていうのがあります。まあ、ルイス・フロイスの日本日記なんかそうですけど、まあ、その後は、まあ、江戸時代鎖国があってですね、まあ、一部オランダ人の、書き残したものとか ありますけども、あとは幕末以降ずっと来てるんです。で、彼ら西洋人がやってきて日本ってこんな国ですよって書き残した文献を見ると、ほぼほぼものすごいいい国だって言ってるわけですね。貧しいけどもと、必ずその枕言葉を作るんです。貧しいけれども彼らはいい奴らだと。で、実に清潔に暮らしているし、モラルがある、秩序正しいし、礼儀正しいというふうに書いています。で、じゃあ朝鮮半島はどうなのかと言いますと、これがですね、もう惨憺たるもんでして、まあ、いいこと書いてある文献ってほぼほぼ僕は知りません。もうね、みんなひどい目に遭うんですよ、西洋人が行くと。シャーマン号事件とかでもありますけども、とりあえずね、まあ、ぶっ殺すんですよね。白人を見ると、あ、敵だ、鬼だっつって。で、それが基本スタンスですから、いい記録って何にも残ってないんですね。で、まあ、一応文明化して、まあ、いろいろ、まあ、紆余曲折はいっぱいありますけども、まあ、日本が戦争に負けてからは独立国が2つあるという状態ですね、朝鮮半島に。で、その後もう彼らは一生懸命努力をしたのかしなかったのか知りませんけども、新韓国とか新朝国とかって聞いたことはないし、大体こうやってコンピューターで打っててもそのワードすらないっていう。新韓って打とうと思ったら親しいって打ってから韓国って打たないと、その新韓にならないわけですね。新日はすぐ出てきますけどね。まあ、それは日本語ですから、まあ仕方がないのかもしれないですけど、まあ、よろしくないですね。外国の方が韓国のことを褒めたたいてるというシチュエーションを私はほとんど知らないし、自分でもこうね、あるいは経験がほぼないですね。表立って悪いことは言わないですけど、みんなそのどう言いますかね、フランクな関係になると、もう韓国の悪口いっぱい言う人いっぱいいますよね。スイスではコリアを見たら泥棒と思えっていうらしいですね。過去に何かあったんでしょうかね。スイスと韓国なんて非常にその行き来がなさそうにも見えるんですけど、で、まあ、ヨーロッパの人たちとも多少お話しする機会あるんですけども、まあまあ、まあよろしくございません。いろんな話を聞きますけどね。ベトナムの方なんて喋ってるともう毛嫌いしてますよね、韓国のこと。まあ、あれはライダハンとかいろんなベトナム戦争時代の悪い思い出がいっぱいあるんでしょうけど、だからね、そう、もう、なんていうの、日本ってね、本当に評判が良くって、どう言いましょう、日本人っていうだけでみんなわーって寄ってきたりするんですよね、ヨーロッパに行くと。おお、お前日本人かっていう感じで寄ってきて、何のアニメ知ってるとか、まあそこが多いんですけど、アニメちゃう、アニメだけちゃうんや、あれあれやと思うんですけど、まあそこから入っていくようですけども、大体日本人のビヘイビアがいいですよね。
行政があのサッカーの試合でもあのあとゴミ拾ってから帰ったとかっていうのが何年か前にあって大評判になって、その後韓国人も真似してましたけどね。まあああいうことをパッとやるっていうのが日本人なんですね。それができるっていうのは非常に世界的評判がいい。よくねあの海外で、ヨーロッパみたいなところに行ってものすごいマナーの悪い東洋人がいたりして白い目で見られるでしょう。それ彼らは We are Japanese って言うらしいですよね。それ韓国人らしいですけど。まあまあ勝手にやってくれって世界で、まあしょうがないですね、まあ、彼らのやることですから。でもねあのもう少しね彼らもそうどうですかね、ユニバーサリティを持った方が僕はいいと思います。で日本にとってもいいわけであって、連中の常識がないから我々こうやって迷惑を被ってるわけであって、もう少しもう常識を持てよと、あのもっとだから世界に親しまれるように君たちも努力しなさいよというふうにあの半島の方々に私は言いたいですね。でまずは国際条約を守りましょうよと、日本と結んだ条約あるいは国連憲章みたいな国際法って言うんですけど、国際法を守りましょうね。でその次にお互いの国と国で交わした約束と守りましょうね。あと国際的常識、普遍性、ユニバーサリティに基づいて物事を進めましょうねというふうに言いたいですね。まああと何十年何百年、私が生きてる間は無理かもしれませんが、そういうことをやっていかないといつまでたっても世界に新韓国なんて一つも出てこないんじゃないかなと思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。